皆様アロハ。今私はアラモアナショッピングセンターにありますフードランドに来ています。本日の動画ではアラモアナのスーパーマーケットフードランドと日系のスーパーニジヤ、この2つに行ってハワイの物価を調査していきたいと思います。それではまずはフードランドからどうぞ。
アラモアナにあります2つのスーパー、フードランドと水屋に行ってきたんですけれども、やはりねハワイ価格、そしてまあアメリカ全体がですね物価が上昇しているということで、まあ、かなり値段が高いということが分かっていただけたかと思うんですけども、その中でもお弁当に関してはね、他の物価から、比較するとですね、比較的そんなに高くないんじゃないかなと思いますね、まあ、むしろ安いと思います。いろんな種類があって美味しそうでしたので、ハワイに来て、まあ、食費節約したいという方はですね、まあ、お弁当もありじゃないかなと思います。とても美味しそうでしたよ。日夜は日系スーパーということもあって、まあ、ほとんど日本のスーパーのような雰囲気ですね。売ってるものも日本のものがたくさんあって見ていてとってもウキウキしてきたんですけども、やっぱ値段が高すぎですね。私久しぶりに大好きな飴、コウメちゃん大好きなんですけど、あまりの高さに買えませんでした。次回日本に帰ったら飴をたくさん買ってこようと思いました。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。マハロー。ダイヤモンドヘッドもよく見えます。